3-53 ジャーティラクシャナデーシャイラニアタアナバッチェダートトゥリアヨースタタハプラティパッティヒ種類と特徴と場所の相違が判別されないため相似している二つのものもそれの瞬間識別値で確認される。3-53ジャーティ種類ラクシャナ特徴デーシャイヒ場所のアニヤタ相違ジャーティラクシャナデーシャイラニヤタ種類特徴場所の相違がアナバッチェダート非区別からトゥリア用法相似の両者のタタハそれによるパラティパッティヒ確認アナバッチェダートトゥリア用スタタハパラティパッティヒ瞬間識別値で確認。 3-53 種類特徴存在場所が酷似している二つのものも、瞬間ごとの識別値により確認される。まあ、よくインドの先生たちがね、説明するのは、例えば似たような二つのくるみとか果物があって、そしてそれをその容疑が見てない間に入れ替えても、瞬間識別値を持っている容疑は、これは A のくるみだ。これは B のくるみだとかね、これは A の果物で、これは B の果物だって見分けられるというような説明をするわけです。まあそういうものじゃなくてね、あのヨーガスータラっていうのは心を問題にしてますのでね、いつでも心に焦点を合わせないといけないわけです。ですから自分の心の瞬間ごとの変化に気づけばいいんです。あの手品じゃありません、ゲートじゃありません。まあ僕はいろんなヨーガスータラの解説とか読んでますけども、インドの先生たちの説明でもかなり物質的な説明が多いんですよね。ヨガスータラは心の問題を扱ってるんだってことを忘れちゃうんですよね、復活にもね。それで、まあ、全8式がありますでしょ。でここでどういう変化が起こるかは、一つにはね、外からの情報、これを A としました。それからもう一つは内からの情報が出てね、第6意識で何か考え事をしてそれがフィードバックして自分の記憶に戻った場合、まあ、それを仮に B としましょう。でここに A という対象があって収められた方を、まあ、A ダッシュとしますね。それから B という記憶が第六意識に上がっていって戻ってきたのを B ダッシュとしますね。そうすると外から来た情報の場合にはこの人の心はこの瞬間には A ダッシュですし、B という記憶をね、憶念してまた記憶として収めた場合にはこの人の瞬間の心の状態を仮に B ダッシュだとしましょう。でその次の瞬間ね、これは同じ人です。この対象がですね、今度はまあカタカナでして、その次には別な対象を捉えたとして、まあ、E という対象がですね目から入ってきたとするでしょう。そうするとこれは E ダッシュです。あるいは今度は中から別な記憶、炉という記憶を上げてやってそれをまた憶念して記憶に戻したとすると炉の出しですね。そうするとこの瞬間にはね、左の瞬間には A ダッシュだったものが、その次の瞬間にはこの人の第八あらや式においては E ダッシュに変化してるわけです。それから外からの情報じゃなく考え事をして似たような記憶をね収め直した場合にはB ダッシュだったのが、その次の瞬間に別な考え事をしたとするとロのダッシュになってるわけですね。そうすると同じ人間の心でも一瞬、一つの瞬、こっちの瞬もそうですね、まあ、瞬間というのはクシャナっていうんですが、 K で表しますと K1、ね、K1 という瞬間と K2、瞬間2とでは全然違ってるわけですね。外から入ってきた場合でも A ダッシュと E では内容が違いますし、あるいは内からの記憶を考え事としてもう一度記憶として収め直したと仮定すると
B' とローダシでは違ってるから、瞬間1と瞬間2とではもう全然違ってるわけなんですね。本当のこと言うと第八やらやで、こういう自分の心のね変化をね識別できれば、それが本当の瞬間識別という。で、瞬間識別知を働かせるべきは自分の第八やらや式の変化なんですね。ですから一瞬一瞬自分の心の変化に気づくようにするのが瞬間識別知を完成させる上で一番有効なトレーニングになるということです。そのようにして自分の心の瞬間識別知を得た人は他人の心の瞬間識別知をも得るっていうことです。他者の心がこう刻一刻変化しているのが分かるっていうようなことですね。人間でも、例えばペットでもね、あるいは外の世界の出来事でもね、種類と特徴と場所の相違が判別されないため、掃除している2つのもののところを現象ってね、読み取ったらいいんですね。現象というからには自然界の現象でも社会の現象でも自分の心の現象でもということです。でもその瞬間識別により違いが確認されるっていうのは、一瞬一瞬あるがままの姿で確認できるっていうことですね。ですから、あるがままに見るっていうのは瞬間識別知のことを言ってるわけですね。一瞬一瞬の認識であって、時間の連続層イコール先入観念に基づいた判断ではないっていうことですね。ヨガスータラで言っている瞬間識別知と、釈尊が言っておられる今ここに生きる、過去のことを考えることが執着なのではない、過去の記憶にとらわれることが執着であるって釈尊は言っておられるわけです。過去のことを考えても執着しなければ、それは今ここに生きているんだってゴータマブッダが言ってるわけですね。将来のことを考えないということではない、将来のことを考えて不安とか恐れなどに、あるいは当てねにとらわれることが今ここに生きないということである、でゴータマブッダはきちんと説明してるわけですね。ですから記憶そのものが悪いんじゃないんです。記憶にこびりついている実家にとらわれることが今ここに生きないということなんですね。復習か3-53、種類特徴あり場所が酷似している2つでも、瞬間ごとの識別地で個体の確認できるもの。半か3-53、種類特徴あり場所が全然似てない物事を同一視したり取り違え、ゲゲゲのゲのもの抱きしめて、恋の誘いも避けるべき瞬間三山識別地、酷似している二つでも瞬間識別できるもの。